絶対にボールを取れない世界一の鳥かごがこちら。ボールを回しているのはメッシ、ネイマール、エンバペ、セルヒオ・ラモス・ハキミが振り回される豪華すぎる鳥かご。そりゃあこうなるよねってレベルの速度。ワンタッチの重要性。このパス速度でどっちにも出せるのすごいわ。うますぎて鳥かごディフェンスが拷問になっとる。超高速すぎて視界から何回もボール消えとるやんか。ルートの角度が限局されてるのに真ん中すら通されてるのさすがすぎる。このメンツと普通に違和感なくロンドできるセルヒオ・ラモスさん。このメンツが中を継続するにはバペと仲いいハキミが大事だったんだろうな。さすがに荷が重すぎるかう。この鳥かご大好き。ボールへの整体を繰り返すことがいかにしんどいかという。パス回しってのは爆弾の押し付け合いじゃないんだよってのがマジでわかる。ロンドだな。メッシとネイマールのところでパスが弱くなって、エムバペのところで強くなってることが多い。ハキミがかわいそう。証拠の強弱を当たり前のようにやるのがトッププロなのか。このメンツが同じチームなのがバグ。21世紀史上最も美しい鳥かご。